1930年11月15日にアメリカ合衆国で公開された映画である。1928年に制作された暴力団で第1回アカデミー賞作品賞候補にノミネートされた大富豪のハワード・ヒューズが監督を務めた第一次世界大戦のパイロットたちの葛藤を描いた作品である。87期の第一次世界大戦当時のイギリスや フランス、ドイツやオランダの戦闘機や爆撃機を購入し、実際に飛行させ撮影するなど、当時としては破格の制作費をかけた超大作で、この映画の撮影中の事故で3人のパイロットが死亡している。また、監督のハワード・ヒューズ自身も飛行し、墜落、眼下前頭皮質を損傷する。この怪我が、 撮影期間を長引かせた上に、後の気候の原因になったと言われる。さらに当初はサイレントで撮影していたが、撮影期間が長引いた間に、トーキー作品、ジャズシンガーが大ヒットしたために、湯水のように金を使って、ようやく完成した映画を、ヒューズは、トーキーとして全編取り直すことに決めた。そのために、最終的に100万ドルを超える、 制作費と2年を超える制作期間がかかってしまった。公開と王子は全米で大ヒットしたものの、結局その制作費を回収することはできなかった。オックスフォードの学友、ドイツ人留学生のカールと、ラトリッジ兄弟のロイとモンテの3人と戦争を描いた物語である。ロイは遊び慣れしたヘレンを低結な女性と思い込んでいるほどの固い男で、モンテは、 ドイツ旅行中人妻と不倫したために引き起こした血統をロイに押し付けて逃げるほど節操のない強落主義者だった。第一次大戦が始まると兄弟は共にイギリス陸軍航空隊に入った。一方、ドイツ空軍に招集されたカールはセッペリに飛行船でロンドン爆撃を命ぜられるがイギリスへの愛を断ち切れず爆弾を全部池の中に投下する。 兄弟は修理したドイツ軍の墜落機で敵軍に、成りすまし敵の弾薬庫を爆撃する作戦に志願し、出撃するが、それは捕虜となっても、スパイとみなされて銃殺される危険が伴う任務だった。爆撃は成功するが、二人は撃墜されて捕らえられた。彼らは、英軍の作戦行動の機密を漏らせば、命を助けてやるという提案を受ける。 モンテは死への恐怖から話す決心をするが、それを知ったロイは一人、ドイツ軍司令官と掛け合い、自分が話すと弟に国を裏切ったことが知られるから、彼の口を封じるために必要だと嘘をついた上で、拳銃を自分に渡すという条件で情報を話すと、約束する。しかし、その拳銃で泣くの黒ロイは、モンテを撃ち、話す気などないと宣言し、銃殺場へと連れられていく。 ABCD、ヘルズエンジェルス、フルキャストクルー。インターネットムービーデータベース。2011年10月27日閲覧。葬られた歴史の真相ナショナルジオグラフィックチャンネル。ありがとうございます。